「たったくしみたはしる」
私たちタクシーズです。マリタスです。友之助です。ハルピーです。よろしくお願いします。お願いします。私たちがどういったグループかというのを簡単に説明させてください。はい、はい、私たちタクシーズは普段名古屋のタクシー会社富士タクシーで実際にタクシードライバーとして働きながら、こういったユニット活動やここで芸能活動をしている世界初のエンタメタクシードライバーユニットです。実際にね、はい、1台しかないピンクのタクシーに乗ってるんですけど、はい、エスクワイヤーですね、うん、あのアプリとか、あとは普通に空車だったらね、手当ててもらえれば乗れますので、ぜひ見つけたらご乗車お待ちしております。乗るとね、乗車証のね、証がもらえますので、はい、ぜひ記念に見つけてください。汗だく、私ハルピーもです。あ、ほんと？まだ書いてるね。さっきさ、うん、ここでさ、2人でくっつく場所あるじゃん。その時にさ、マイタスに汗って言われた。汗アイドルって汗かかないんだよみたいな。そう、なんか圧がかかった。汗かかないのよ、この人が。いや、ただ代謝が悪いだけだよね。次の曲に行ってみたいと思います。はい、それでは聴いてください。チンソだった。分かったんだ。むっちゃ暇だった。手あげる人
のもあんまいなかったし、うん、なんかねアップにもならなかった。あの Uber と Didi と Go をやってるんですけどアプリ、はいはい、壊れたってぐらいなんなくてで本当にちょっと壊れてて、うん、一社のところが壊れてたのドゥンって音は鳴るんだけど、ボタンその受付ボタンが出なくなっちゃって、うん、押せないみたいなこと。そう副所長に電話して、うん、助けてできないって言ったら、うん、再起動してって言われて冷静だったんです、はい、治った治んな分かんなかった。そっからなんなかったからもうあそうそうどうなったんだろう。そうなんですよ、うん、ハルピーは何が取率高い。GO タクシーですね。 GO 確かに最近多いね。多い。あと Uber も多い。朝は Uber が多いね確かに、そうなんだ。そうあの Uber 利用したことありますか皆さん。あの Uber タクシーなんですけど、あれって私たちがお客様のところに着かないと目的地が分かんないんですよね。だからあのタクシーみんな最初に入れるじゃないですか目的地を。ウーバータクシーってだからね、もう最初の時点で私はお客さんだった時代はもう分かってと思ってたから、うん、そのなんかなかなか発車しんなみたいな超急いでる時に、はい、でもその気持ちが分かったんであの優しくしてあげてください。もし乗る際はね、あのそうだね、そう乗せた時点であの、うん、しかもウーバーちょっと起動が遅いんだよね。そうだね、遅い遅い。そうなんであのそっから目的地をねあの、うん、検索するのでね、これ豆知識です豆知識ディディだけ分かるね最終。あそうなの。うんタッチンネタッチンネディディね一回もやったことないから。マジあれあれ最初ね、うん、ウーバー最初ウーバーだけだったじゃん。うんそうだね。でウーバーとまあその乗る人はいとりあえず優先的にやってくださいってくださいって言われてて、うん、ちょっと機械難しいって言ったらディディはいいよって言われたから甘やかされとるこの人いまだにやってない。2年経つよね3年目じゃないもん。3年目3年目なんですけどいまだにディディ分かんないんですよ私。なんか意外に分かる。え、だって使ってないもん。ほら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 ごめんね甘やかされ組。あれウーバーもディディもやってない。なんかゴーしかやってません。すいません。あれえあれあ、1個しかやってないんですよ。すげえサボってるやつ見つけた。すげえサボってるやつ見つけた。マジゴーだけ。はい、ゴーだけです。ゴーだけ。ゴーのみです。ほら、もう怒ってザーザー言うと。すごい、1、2、3って分かれたじゃんねえ。あと、あれもやってるよ、あの離れにするやつ。あの社内の電話でまだ予約してくださる方もいるんですよ。電話の富士タクシーの配車センターに電話すると、うん、あの富士タクシー専用のアプリじゃないんですけどカーナビがあるんで、うんうん、それにトゥトゥンって入ってくる。え、やったことある。ないです。ないよねありません。そんちょっと真面目かもしれないともゆちゃんあれでしょ、こうやって喋るやつでしょ。あ、そうそうそう。あ、それができないからやめた無線楽だよ。あ、そうなの。うん、ポチって押して702でーす、お客さんとこ着きましたったらはーいって言ってくれるから。誰が。あのなんか無線の向こうの会社センターのお姉さんがはーいって言ってくれる。大体電話します。え、それで何あの出る目的地。あ、なんかねカーナビにパンって出るよ。あ、初めて知ったね。難しいからやってないよね、うん、ちょっと長いかも話。多分そうだね、トモユちゃんちょっと衝撃受けてるかもねはい、次最後の曲です。はい、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 それでは聴いてください。スピードアップ。Down
チェキ会をするんですけど、はい、多分あの辺でやります、はい、可愛い女の子たちの塔に行きます。はい、はい、お待ちしております。お待ちしてます。以上タクシーズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかね、告知とかはね、タクシーズって検索してください。 SNS で。